皆さんこんにちは、太郎です。本日は2月28日水曜日です。ということでね、いつも通りあぜ塗りを行ってるんですが、またね、塗ってたらバキーンと言いまして、そう、その音がした時はこれ、はーい、ねえ、はい、ボルト飛んでますね。いや、なんでかな、ちょっと、いや、まあまあまあ、ちょっと押さえつけてる感はね、ここの泥の飛び出しから、まあねえ、察せますが、折れるかな今年2回目、まあ1回目は分かるんです。1回目のやつはね、もうなんというかな、うん、藁巻き込んでね、ちょっと大変なことになってたんで分かるんですが、今回のはね、大したことないだろうと思ったんですけど、どうだろう。あ、届かないな、足が。いつもね、足で蹴ったくて、あ、やった、奇跡、ピシャリですね、ピシャリ、ネジ穴一つピシャリでした。はい、奇跡のピシャリがあったので、わ、初めて、はい、奇跡のピシャリです。よし、動くか確認しとこう。やったぜ、こういうこともあるんですね。よいしょ、エンジンかけます。はい、それでは PTO 回るかな。はい、それでは PTO のスイッチを入れます。おっと、そうだ、ニュートラにしてた。いつもね、蹴り込んで、なんていうんですか、あのネジ穴をずらすんでね。おし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 、このね、動かなくシャーボルトが折れた時に、このロータリーのね、爪をね、自分でこう蹴り込んで動かして、そこをね、動かすので、で、ネジ穴合わせますが、危ない、振動で上のカバーが落ちていきました。あ、よかった、今日手袋忘れてたんでね。いやー、グリスまみれになるなと心配してたんですが、よかったです。ああ、触りたくないな。手をグリスまみれにしたくないからな。よし、これで。あ、届かない。やっぱ指か。ダメですか？手でしないと。こうやって握ればいいかな？ダメだ。無理。うん、無理でした。ああ、結局触っちゃったよ。よし。共回りはしてないと。ああ。ゴープロ触りたくない。共回りはしてない。してない。よし。あ、まだ。まだだった。全然まだだった。共回りはしてない。あ、しだした。どうしようかな。うん。もういいや、これで。ギュッて締めなくてもね。よし。目の色。どういうので、もういいでしょ、よっこいしょっと。
しよ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 し。いやーどうしようかな、グリスね。よいしょ。このグリスがつくのが厄介なんですよね。やっぱ手袋は常に持っておかないとですね。今日に限って持ってなかった。何かないかな。あ、手袋軽トラ乗ってるじゃん。ウェットティッシュとかあればね、いいんですけどね。さすがに普通のティッシュじゃなかなかですね。よし。なんかありますよね、ウェットティッシュタイプの、あの工業用石鹸じゃないですが、工業用石鹸並み、なんていうんですか、あの、ああ畜生、アーモンド持ってきたのに。私ね、豆が好きでね、昼飯納豆と卵をね、はい、飲んできましたが、あと豆乳とプロテインね。まあ食ってないと言いながら、納豆と卵を飲むこと、あとプロテインを飲むことはね、ご飯に入れてないので、私は。よいしょ。一応ね、飯は食ってないということでカウントしてますけれども、お茶でいいか。ただね、ちょっとトラクター作業の楽しみとしてね、あのミックスナッツをね持ち込んでおります。はい。あ、だいぶ綺麗になったな。あとズボンで拭いちゃってね。グリス付きのミックスナッツ食いたくないですもんね。お豆をね、トラクター乗ってる時はお豆をボリボリするのがね好きなんですよね。よっかしゃ。それでは乗っていきましょう。よかったよかった、思いのほか復旧も早くできたので、まあそれもこれもね、ネジ山が揃ってたおかげというところでありますが、ね、こうやってね、今日はアーモンド、はい、持ち込んでおります。ナッツ類いいですね。ナッツ類お腹に溜まるので、エンジンかけます。ピッテを入れます。エンジン回転数上げます。よし。ということで、緊張の一瞬、緊張の一瞬、折れてくれるな。はい、ということでね、はい、折れずにできそうです。なので後方撮影に移ります。はい、ということで作業をやってまいります。よし、 ET 下ろしてレッツゴー。なんでかな、なんかね、噛み込んだというわけでもなくバキン行きました。はい、ちょっと抑えすぎたかな、やっぱり。おっと、少々お待ちください。はい、ということで、先ほど着信音が鳴ってから実は1時間ほど経過しておりますが、はい、ちょっとね出ておりました。というのも、先日ね折ってしまったバルブ、はい、まあ、それのね現場確認をね業者さんとしておりました。はい、やっちゃったねということでね、はい、言われましたが、なかなか重傷なようです。あ、まあ仕方ありません。はい、ね、まあ、まだね値段とは分からないんですけれども、怖いですね。よしよし、ということでハゼ塗りを続行してまいりましょう。まあ、やっぱりボルトが折れた部分はなんか変な形になってますね。なぜかね、なんかな、やっぱりちょっと土が柔らかいからかな、ビリンが刺さるんでしょうね。塗った後はね、まあいいぐらいの湿り気があって、まあ、ちょっと湿りすぎてるかなというぐらいなんですが、塗った後は綺麗に見えるんですけども、やっぱり、ちょっと刺さりやすいです、ビリンがですね。まあ、なので下方向に、その押さえつける方向に行きやすいっていう感じですね。
日結構あぜ寄ってらっしゃる方ありましたね。こちら宮崎ね、昨日一昨日と晴れまして、また明日から雨かな、まあ、そんな感じの天気でして、今日のね晴れ間を使っとかないとという方もね、はい、結構いらっしゃいます、いらっしゃると思います。まあ、そのような事情からだと思いますが、はい、降ってましたね。でまあその問題で埋まった田んぼに行くまでにね、ちょっと見てたんですけれども、他の田んぼを、まあ、私のねそのバルブを折っちゃった田んぼは、はい、水がたぷんたぷん溜まっておりました。いやまあ元栓はね閉めてくれてたみたいなんですが、やっぱりちょこっとずつ出ちゃうのかな、ちょっとずつは開いてましたね、そのバルブから。そういう問題を起こしたショックもありますけれども、もうね今はね今日でね、うまくいけば今日であぜ乗りが終わるかな。まあ明日には終わると思いますけど、明日雨なんですよね、またね。もうさっさとハローを取り付けたいね。もう水が溜まってる田んぼはねハローでピャッとしちゃいたいですね。長く待たずしてね、もう、まあ、まだ3月中盤ぐらいからかな、水が流れ出すと思うので、まあ、一回城変えとけばね、まあ、天気次第、まあ、それ城変えた後に全く雨が降らないでカピカピになっちゃったらそれはそれで困るんですけれども、まあ、おそらくね、まあ、ちょいちょい雨が降ったりね、で城かきすることで水持ちも良くなるでしょうから、したいなっていうのがね、まあ、正直なね気持ちではあるんですけれども、どうかな、まあお天気次第ですが、土手チックなあぜ、はい、私は土手と認識しておりますが、コメントではねあぜじゃんみたいなコメントもいっぱい来ましたので、いただきましたので、まあはい、人それぞれ感じ方があるのかなというところですが、私からしたらねちょっとのり面がね長いので土手なんですけれども、ここもね漏水したら面倒なので、しっかりちょっと厚めにね塗っていこうかなというところです。あ、なんか早いなと思ったら 0.8 キロ出てました。なんかどうでしょうね、やっぱ風が高いとね、その辺りがね、
の量によりますかね、水獲得の難易度かな。あんまり守備範囲が広くなるとね、キャリアカーを本格的に検討しないといけなくなると思うとね、ちょっとね、出費がね、今ね、トレーラーだからね、いいですけれども、キャリアカーはちょっとね、これ以上は面積というか、守備範囲ですね、なんていうんですか、端から端までの距離というかね、田んぼがあるところの、今田んぼがあるところの近辺ならね、まだね、おそらくそちらは増えるでしょうからね、これからも農家戸数の減少を見てれば、もうそこは明白かなというところなんですが、だからといってね、お隣西都市とかね、新富町とかそういうところまでなるっていうのはちょっと難しそうですね。私の場合、市町村をまたいだような移動は、もちろん宮崎市も広いんでね、はい、その中でも限度はありますけれども、いい感じ、ね、ちょっと水分が多いな。ここは山が近いところですが、白鷺は来ませんね。今日はカラスオンリー、しかも少ない。何なんでしょうね。あ、確かに他のところでロータリー使ってる人いたな。鳥の8割に立つと、やっぱりハゼの力よりはロータリーの方がね、幸運幅があるのでね、やっぱり掘り返してくれそうですよね、カエルやらミミズやら、時にはネズミも。なんかあのカラスは胸が白いですね。何なんだろう。してなかったらね、今頃全然進んでないのでね、もう3月になるので、今年に関してはね、明日があるのでね、3月になりませんが、今年に関しては明日があるって、なんか変なね日本語ですけど、明日がそうですよね、29日なので、明日生まれた赤ちゃんとかどうなるんでしょうね。お誕生日がね、4年に1回になりますね。あ、どっちか、2月28日か3月1日の扱いにはなるんでしょうけれども、4
年に1回盛大に祝うのかな。まあ、親の立場からしたらね、はい、イベントが減るので、まあ、それは子供がかわいそうか。いやー、2月29日、ちょっと私も明日確実に撮影を忘れずにしよう。ちゃんと時計映るかな。私のいつも使ってる G-SHICK 電波時計とかではないんですよね。ちゃんと映るのかな。整理機とか自動で分かってるんですかね。どうなんだろう。出荷時の設定でなんか、いやけどこれ別に時間だけ合わせるやつだから、え、どうなるんだろう。明日3月1日なんだろうか。どうしよう。3月1日になったら合わせなきゃいけませんね。楽しみ。電波時計とかだったらね、なんかそういうね、電波受信するんでしょうから、そういうデータをなんかね、データが乗っかってそうですけど、そこにだって電池切れた後も電波時計でちゃんと日付までちゃんと勝手に補正してくれますもんね。これってどうなんでしょうね、ほんとね。電波時計じゃない日付の出るこの時計たちはどうなるんでしょうか。ちょっと抑えすぎてるね。あー、やっぱり滑りが多いとこのビリンがね、ビリンの仕事がなかなかできないようですね。やっぱりこのガイアのビリンってこの形状の必要あるのかな。なんでなんだろう。ちょっと私角塗りするときか。いやーでも角塗りするときも別にシリンダーで押したりするわけなんでね、言わずもね。タイヤの幅が広いからといってそこにパワーロスするような、何なんだろう。あれか、ビリンに泥がついて高さがね、雪だるま式にビリンがでっかくなってしまう現象が起きたとしたら、高さがね変わっちゃいますよね、あぜの。それを防ぐためか。この形状であるということは泥の付着を嫌がってるわけですもんね。だって刺さるようなね、ビリンディスクですね、もうね。ディスクといえば先日展示会に行ってきたんですけれども、ノーキングのね、草薙の実物見てきました。いやー、ちょっと三菱の方からね説明もしていただいたんですが、その実演機が500兆使ってる実演機だったかな。500兆使って全然なんだろう、そのままみたいなね。ちょっとディスクがすり減ったかな、減ったかもしれないねぐらいのこと言ってましたね。あー500兆すげーなーと思って。どうですかね、私の家の田んぼ痩せむせが多いんですけど、どうですかね。痩せむせだともうスピードが出た瞬間終わりだから厳しいだろうねという話を嬉しいですね、正直にね答えていただいて非常に嬉しいですが、まあ、私もね想像通りでした。この今塗ってるところぐらいの広さがあればいいんでしょうけれどもね、やっぱ10キロぐらい速度が欲しいようなこと言ってましたね。まあ、ただ正直もう私はあれめっちゃ売れるだろうと思ったので売れるでしょうって聞いたら、まあ答えてはくれなかったですけど、まあでしょうね。だってね、畜産農家が持ってるようなあのとか畑作農家ね、超どでかいトラクターでしか使えないようなディスクが、言えば私が今乗ってるようなね、この SL クラスでも扱えるようなパワー感ですから、サイズ感。
で作業幅2メーターでしょ。ちょっとここ、排水口なのでかけます。いやいいなと思いました。実物はね、ウエイト5個ぐらいつけてたかな。だから100キロウエイトぐらいかな。 GM の505やったかな、 GA だったかな。はい、それに直走でしたね、直走。うん、まあ別にね、まあ、だろうなと思いましたけれども、カタログももらいましたが、いやまあこれでも MZ でもね、つけれるんだなとか思いながらね、ついにそんなディスクがもう買えるんだなと思うと、なんかね、面白い気持ちになってましたね。私ディスク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 言ってたのでね、やっぱいざ実物を目の前にしてメーカーさんと話すと、ちょっと私の家の環境じゃ厳しいのかなと。ただね、これからね、どんどんね、まあ、脱出を進めていったとして、田んぼが広くなったとすればね、あれなのかなと。冬場の幸運なんてね、てか私幸運そんなにもう頑張らなくていいと思ってるので、あれでピャーってね走っちゃえばね、とかあれにもいいと思うんですよね、高速放棄地系ねあれ押さえつけて、私が塗ってるぐらいのサイズ感の田んぼだったら使えるんですけどね。正直ね、欲しいなと思いますけどね。まあ最近欲しいものがいっぱいありますね。昨日使ったユンボも欲しいですし、まあでもね、ユンボもあれ多分コンマ1とかいう、全然知らないですけど、規格をサイズらしいですが、まあ、1000万ぐらいするんですかね、やっぱね、まあ、それを思うとね、年に数回しか使わないし、まあ、中古があればですけど、中古買ったとしても年に数回しか使えませんからね。それを思うと置き場とかも考えると、ほんとね、リース屋さんから借りてくる方がいいのかなと思ったりね。ね、毎年冬は脱筆だと、ユンボで押すぞ押すぞとね、そんな感じだったらね、はい、いいのかもしれませんけれども、持ってても。確かに持ってらっしゃる方は持ってらっしゃいますもんね。あ、なんか大口さんは持ってらっしゃるイメージですね、ユンボね。まあ、言うとね、用途もね、潰しがきっかけないというかね、いろんなこと使えるので便利そうですけどね。あれに PTO つければいいのになってよく思いますけどね。なんかブルドーザーあるんだったかな、小松かなんかの、あれ試験だったかなねえ。なと思ったんですけれども、あれの後ろに PT をつければいいのにと、ね、したらね、なんかね、それとかなんだ、何でも PT をつけちゃえばいいのにと思ってね。ホイールローダーとかもね、難しいのかな PT をって、ちょっと分かりませんが、ロックする機
機能とかあれば別にそれでいいのかな。あのずっとねバーを押しっぱなしじゃ大変でしょうから、なんかね欲しいなと思いながらね見てましたが、時計屋さんからしても PTU って結構便利な機能だと思うんですよね。ああいうのにモアつけたりストーンクラッシャー的なねああいうのつけたりね、必要ないのかな。油圧で回すか、ああいう人たちは油圧モーターとかいうやつか、それがいわば HST か、オイルを送り込んで何か回して、そっかそっか、でもいいんじゃないかな、ピッチをつけても。農家的な立場から見るとね、あんなね走破性もありそうで、ごっつい機械にそういったのがついてないのは惜しいなと思い、勝手にね農家的視線からは思いますけれども、どうですか、そうだねと思ってくださる方はね、ぜひチャンネル登録をお願いします。はい、高評価とチャンネル登録をね、結構いいんじゃないかな、同じ考えの人。便利そうじゃないですか、キャビンのユンボで先端にユンボの草刈り機つけて、ユンボの草刈り機をまあフレールモアみたいなタイプだとしましょう、まあ、浮かさなくてそのまま地面を走るようなタイプ、ビリンがついててね、フレールモアもビリンありますよね、まあ、そんな感じでユンボの前はそれで行く、で後ろ側にロータリーをつける、でほら草刈りながらもうすき込めると、フロント PTO がある、トラクターみたいな使い方ができるんじゃないかな、とかね、別に PTO じゃなくてもあのほら引っ張り物の作業機だけでもつけるために直送のねなんかつけたりね、ヒッチでも、まあでも PTO 型がいいかやっぱね、ユンボにあぜ塗り機つければすごいね横方向のあれにも強そうですよね。ユンボの後ろにスライドモアつけて、ユンボの頭にモアつけて、あのアームの方にも両側買ったりね、楽しそうですよね、想像すると。なんかいろいろできそうな気がするんですけどね。自分で出れそうですよね、ユンボとかね。まずハマらなさそうだし、ハマってもなんか自分でねエサポイサでね掴んで引っ張ってきて、余計にハマるか。いやーなんかね考えると楽しい使い方がいろいろできそうだなと思うんですが、まあないということは実用性がないんでしょうね。まあ、そうっすよね、ただでさえ少ない農家がいいねと思ってもね、そうね売れないよな。ならトラクターにユンボつければって感じですね。でもトラクターでなんかちょっと弱そうですもんね、やっぱごっついっすもん、ユンボなんつうか一つ一つの部品っていうか、なんかあの分厚さっていうかね、ごつかった。やっぱ重機はちょっとやっぱりその基本設計強めなんでしょうね。ちょっとなんかね、あ重厚感があるなと思いました。なんかその MZ とかもありますけど、それとは違う、なんだろう、ぎっしり感っていうかね、感じましたね。なっちゃったかな。まあまあでも今日湿ってるのでね、まあまあまあしょうがない。よしよしよし。いやあでもユンボもう一回運転したいな、練習したいんですよね、使う機会が全然ね。やっぱコメントをいただきましてありがとうございました。まあ、使ってれば慣れるよということでね、
コメントいただいてるんですけども、なかなか使う機会がないもので、それなんですよね。まあやってればちょっとずつ慣れてきそうだなっていう感触はね、昨日も扱いながら感じてはいたんですが、なかなかこれといった機会がね、なかなかないなというところで、ちょっとね、はい、そこが考えものだなと思ったんですが、まあ上手くなると思うとね、自己所有した方がね、まあ、それは上手くなるんでしょうけどね。よし、はい、ということでいい感じで乗りました。でね、もう少しかな、私の焦りをもう少しですけれども、はい、まあまだね、難聴がありますので気を抜かずにね、まあ難聴といっても毎度はもう知れてますので頑張ってまいります。で、皆さんもね、まあ毎度言ってますが、春の農繁期に入られると思入ってると思いますですので、はい、皆さんもあのね、くれぐれもね、ご安全に気をつけて農作業をされてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。